月亭はちみつの8チャンネル。さあ第4話を見て皆さんそれぞれに思うことがあると思います、うん、やっぱり史実とちょっと違う部分も出てくるので、僕は純粋に今アニメ見れてるんですよ、はい、あの知らんから、うん、ただ、はい、こうなって言ってたら面白いやろうなということになってるから、はい、だから非常に興味深いな。興味深いですね。だから結局この後ダービーが始まるんですけれども、うん、どうなるのかは見てみんとね。そうやな、もちろん回避することもあるやろうし、この物語ではどうなんでしょうか、はい、さあそれでは第4話の元ネタまとめあるみたいなんですが、アルウララのデビュー戦、高知でデビュー戦は5着、シリーズのデビュー戦では5頭立ての5着。そうなんや。でもそれがこんだけ僕らでも知ってるぐらいの人気になるって、ずっとこんだけ弱いってこと。そうですね。だからその100連敗っていうのがやっぱ1個の話題だったんで、うん、あの普通は JRA やったらそんだけ勝てなかったらもう引退、引退させないといけないというルールはないはずです、うん、でこれなんかやったら春浦なんかも地方なわけやん、はい、地方で5頭立て5着でずっと勝てない。でこれ走らせるのは馬主さんの考えということ。もちろん馬主さん、調教師さんですね、基本。まだいけるやろと、はい、いけるやろというか、まあ、あのちゃんとしたこと言うと、レースに出たら何着であろうと一応お金をもらえるんで、うん、みたいなことだとは思うんですけど、非常に丈夫やったんやろな、うん、そうそう。ああなるほど。で多分春うらら以上に連敗してる馬もいるんですけど、うん、多分この名前とか、うん、込みでちょっと人気になって、うん、でいくらまあ単勝馬券とか買っても馬券に絡んでこないから当たらないじゃないですか、うん、だから当たらないっていうことで交通安全のお守りになったりとかして、うん、僕もし春うららが走ってる競馬場行ってたら、もう来るやろ思って単勝買うてると思うんですよで外れるやん次倍掛け、この間の分と思って倍掛け行ったらもう終わってた。いやあのでもね、春うららのレースを見たら次来るやろとは思わない、うん、あそう、はい、あお前そう思ったら見たことないわ、はい、あとやっぱ不当に人気するんで、そうなんです、倍掛けでかけていってしまったから、なるほど、回収できないです。ちゃんとしたギャンブル好きの人は武豊ジョッキーが乗った時、まあ、一番人気になったんですよ。もちろん一番人気だった、やっぱ話題で、その時のやっぱり2番人気3番人気にドンっていくのが、うん、まあ、勝つためには、なるほど、ただあの人間的に嫌われる可能性があるそういう人がおったのにあんだけ人気したってことはやっぱり、そうですね、あほんまや、すごい人気やったもんな。そうですね、そもそもキャラになってるわけですから、ね、せやな、はい、あエルコンドルパサの CM あった、4004章、はい、CM の元ネタは JRA が2011年に放送した CM シリーズ、あこれリアルなやつ、あれは、そうなんや、覚えてますか。いや覚えてない。だこれがリアルっていうことでね、その CM では各 G1 をそのレースで優勝した20世紀の名馬とともに紹介しているというのもこれリアルね。ここで問題なんですけど、ほう、実際の CM ではエルコンドルパサーの映像が使われていたのは NHK マイルカップではないんです。うん、ほう、そのレースは何だったんでしょう。実際の CM っていうのはリアル CM ってこと、このアニメの中じゃなくて、はい、あれしかない。僕はこれかなって思ってますけど、じゃあ僕はもう CM もちょっと思い出せないですけど、まあ、でも林さんは、いやそれちょっと待ってな、はい、あもうたけし分かってるやろ。分かってるというか僕はもう自信ないですけど、こっちで行きたいっていう。あなるほどね、はい、兄ちゃんそれせーので、はい、俺に言わしてそれ僕は兄ちゃんの8が4、はい、あじゃあ俺たけしの俺が言うわOK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 、 せーのでいきますよ、うん、せーの、ジャパンカップ。正解、よっしゃーいや、なんなんすかなんなんですかこれは。あー気持ちいいな、よかった、大変クイズ、ね、クイズはほんま気持ちいい、騙されへんでだからジャパンカップやと思っとったやろ。ちょっと待ってください、はちみつさんはいいですけど、ゴイさんはもうある程度競馬してるなんで喜べるんですか。いやでもどれやろうって、もしかして負けたレースやったんかなとか思う。こう俺は正直知らんねん、うん、ジャパンカップはなんで、なんでそうなん。まず凱旋門賞が一番有名なレースではあるんですけど、まあ、勝ってないんで。凱旋門は何着やった。2着です。凱旋門2着、はい、めちゃくちゃすごないそれ。めっちゃすごいです、はい、めちゃくちゃすごいです。初めて年に絡んだんです、ね、はい、でジャパンカップ3歳で勝ってるんですよね。おお、すごいで勝ち方もむちゃくちゃ強かったんですよ。
当時のジャパンカップ最大着差で勝ってるんですよ。でね、ほな現役の時のエルコンドルパサーってもうめちゃくちゃ強い。あ、めちゃくちゃ、てか歴代最強っていう人も多分いると思います。あ、そうな、はい、だから日本で同じ3歳馬には負けたことないんですよ。へえ。なのにダービー出るって言うからどうなんのよって思ってるってことなんです。なるほどね。ジャパンカップはダービーと全く同じ舞台なんで、そう、リアルはエルコンドルパサーとその、まあ、相手、例えばエルコンドルパサーが一番人気やとしたら相手は誰になるの、リアルやったら。ダービー、ジャパンカップ、まあ、それだからスペシャルウィークだったり、あ、がもうリアル、あ、リアルライバル、そうそうそう、同じ世代、はい、多分ジャパンカップはスペシャルウィークが一番人気とかですよね。そうやと思う、うん、え、一番人気だったかな。でもエルコンが一番人気じゃなかった、うん、はい。さあそして鶴岡さんとトレーナーさんの会話、鶴岡に出てほしいレースとして、あ、これみんな言ったやつやね、そうですね、宝塚記念毎日王冠、秋の天皇賞と3つのレースの名を挙げる、シーズンでも金庫賞、宝塚記念毎日王冠、秋の天皇賞の順で出走。そうですね、だから遡っていくなとは思ってました、確かに。で、ね、待機シャトルとの模擬レース、模擬レースは実際に競馬学校へ通う見習い騎手たちの鍛錬の一つとして行われている。あ、そうなんや。今回は2人のみで馬娘の能力を引き出すために行うことから、調教の一種で2頭以上並べて走らせる合わせ馬が元ネタと予想。まあ模擬レースとは夢ゆえ夢のレースということですか。で結局やっぱり待機シャトルが勝ちましたね、これに関しては。まあ多分設定上もコバやったな。そうですね、そうですね、もう最強って言われてる状態で、あの差はもう実質もう買ったようなもんですけどね、スペシャルウィーク。あー、これだってまた春、この当時って言ったら2歳3歳ですね、3歳スペシャルウィーク3歳ですね、3歳春の時点やから、はい、それは負けるわなっていうレース。あー、あー、なるほど。やっぱ模擬レースはウッドチップですね。ウッドチップって、うん、足に負担がちょっと軽減されるんですよ。あー、レースと同じ芝は走らないよって、で開始直前の坂道、これは本来のレースやったらあんまりない坂道の、まあ、ダートとかやったらあるんですけど、チャンピオンズカップとか、うん、へえ。でゴールバンがなくトレーニング施設に見える、航空写真が似ている、どういうこと、これ上からの写真が一緒についてる、うん、まあ、当然通りを見てる。あ、体育シャトルが走るイコール短距離、上記の点から美穂トレーニングセンターの、販路コースと思われる、はい、はー、これそれは分からん、さすがに美穂の販路は見たことないな。いや、どうなんでしょうね、その多分このコースの中に販路があるっていうことはありえない。僕は立東しか行ったことないんで、うん、コースの中に販路があるっていうことはなくて、うん、販路は販路で別のところにあるんで、うん、その見本がコースの途中に販路があるコースっていうのがあるんかなっていうのはちょっと、なるほど、分からないです、ね、リアルはどうか分からない、情けっすけど、ね、まあ、何回も行きましたけど、うん、でかすぎて分かんないですよ。まずそれはほんまにちょっと坂になってるかもしれないです、はい、なるほどなるほど。タイプシャトルの挨拶、ハウディオーと、アメリカ式の挨拶、ハウディオーっていうの、アメリカ式の。シーズのモデル馬がアメリカで生まれた外国産馬であると考えられる。そうそうそう、うん、で、ゴールドシップの焼きそば。2人の模擬レースを見に来た観客に焼きそばを売るゴールドシップを、ここで問題が。これあんで、なんか不自然やなと思ったんですよ。なんで焼きそばなんか売ってんやろなって。はい、じゃあ問題です。焼きそばにも元ネタがあります。その元ネタとは何でしょうか。これはほんまに？ほぼほぼ確定と言われてる。だからレースじゃないってことね。この焼きそばに元ネタ、何かゴールドシップのエピソードがあるってことね。これ一つも思い浮かばない。ゴールドシップイコール焼きそば。競馬と焼きそばがまず聞いたことないな。ゴールドシップの鞍上は誰ですか。まあ、まあいろいろいるんですけど、最初 G1 勝った時は内田ジョッキーって言ったんですけど、そうですね、元々は内田ジョッキー乗ってんのは秋山ジョッキー、内田ジョッキー、岩田ジョッキー、横山典弘ジョッキー、あ、安藤さんって安藤さん一回めっちゃ最初の頃に秋山さんだと乗ったかな、乗ってたよ、ね、そういうと安藤さんの髪型も焼きそばに見えてくる。いや、それで言うとね、一時横山典弘ジョッキーもパーマ当ててたんですよ。パーマの焼きそば、この可能性は片焼きそばの方ですか。この可能性は十分あるけど、とかその今波厩務員でしたっけ、はい、今波厩務員が焼きそば食べてた時に、ゴールドシップが、まあ、厩舎におるじゃないですか、今波厩務員は人参が嫌いで、焼きそばに入って人参だけをゴールドシップにあげてたとか、
なんか分からんけど、馬娘さ、今並みキュウムリ出てこい。でもあの有名なソダシも同じキュウムリさんなんですよ。はい、今並みキュウムリ。知らんね、今並みキュウムリさん。ヒントなんですけど、はい、じゃこれ僕問題、視聴者さんと一緒に考えたんですけど、うん、お兄ちゃんには当ててほしい。分からん。どういうことやろ。兄ちゃんに当ててほしい。お兄ちゃんさんのお兄チャンネルで。うん、過去にちょっと触れ合ってるというか、ゴールドシップと、いやこれ、いや触れ合ってる、またやってるのか。いや正直あのゴールドシップの、お父さんのステイゴールドって、うん、全然言うこと聞かない時があったんですよ、調教とかでも、であのその調教助手さんとかが冬の寒い時でも上に乗っかって調教行こうもでも全然動かないと、うん、自分の気が住むまでゴールド、あ、ステイゴールドって動かないんですって、うん、でそのステイゴールドの上でお昼ご飯を食べたっていうエピソードは知ってる。何それ、おそれやん。いやでも多分それやん、そんな遠回しではないはずです。いやでも絶対それやで。回答はでもそれで大丈夫ですか。それでいきましょう。じゃあお兄さんの競馬人生をかけて今の答えでいかしてもらいます、うん、これもし外れてたらもう二度と競馬のことは口にしない。いやいや、それはちょっとハードル高すぎますって。2週間の YouTube 更新禁止。なんでなんですか。お兄チャンネルバンします。もしこれがハズレやったら14日間 YouTube 隔離されるんですか。では正解はゴールドシップに騎乗して岩田ジョッキーが競馬イベント時に手慣れた手つきで焼きそばを売っていたから。そういうこと。でもさっきのステイゴールドのエピソードの方がすごないですか。すごいでしょ。上で昼食取ったって、はい、でもあれなんか お兄ちゃん岩田ジョッキーのお好み焼きかなんか焼きそばかなんか食べに行ってたよね、お家まで。そうなんですよ。岩田ジョッキーはお好み焼きを作るのが上手で、それをあの食べに行くっていうのをお兄ちゃんのに確かやったんですけど。ほんと当てれるやん兄ちゃん。いやこれ焼きそばとはなんかちょっとお好み焼きって言われたらひょっとしたら出てきたかもしれないですけど。なるほどね、競馬イベントで焼きそば売ってはったやん岩田ジョッキー。あーなるほど。何ちゅう難しい問題やん。難しいわこれ。元ネタってすごいな。これすごいな。これは何で作ってんのこれ。岩田ジョッキーからかよ。これはピンと来るんですか。答え聞いたら出てます。僕は来ないです。来ないで、そもそも、うん、ゴールドシップって岩田ジョッキーのイメージそんなないですよ。あーなるほどな。2年連続阪神大賞典で乗ってるんですよ多分。これ勘繰りすぎですよね。これはこれ当てれたらやばいっすよ。やばいっすよ。そうか当てたからこれ。そうか、岩田ジョッキーのイメージがないねや。なるほど。でもすごいな、これはこのチャンネルで作ったんじゃなくてこの馬娘がここからほんま焼きそばっていうのを作ったってことやろ、はい、いうことでしょうね。わざわざ焼きそば売ってるっていうことは。これすごいな。いやすごいっすね。すごいな、すごい焼きそばの強調の仕方やったもんな。ですよ、ね、だいぶとですよ、ずっと持ってましたもん。持ってました。いやでもそう思ったら絶対せやろ。あのスペシャルウィークとハグしてる時もまだ持ってましたもん、ね、だってあの別になくてもいいシーンやもん。そうですね、そうですよね。わざわざですもん、ね、わざわざはめ込むぐらいやから。これは難しいです。いやすごいな。岩田ジョッキーは有馬記念でジェンティルドンナーが戸崎ジョッキーで買った有馬記念で3着の時乗ってます、うん、なるほど、うん。有馬記念 AJCC で阪神大賞典2回。はあ。さあそして待機シャトルとの模擬レース。私立ではスペシャルウィークと待機シャトルは同じレースには出ていない。所属も違うため合わせ馬もしてません。アニメオリジナル展開。まあ、こういうのがこの馬娘には何個か。でもこういうのは見れるのはちょっと嬉しいですけどね。ああ、そうやね。そうですね。さあそしてエルコンドルパサーのレース。私立のレースは1998年 NHK マイルカップ。エルコンドルパサが優勝し5連勝無償の G1 制覇を成し遂げる。アニメ内の実況、強いものは強い、これはシーツレースでの実況のセリフを再現しているということは、たけし知ってんのこれ。これフジテレビじゃないですか、三宅アナですかね。三宅アナか、青島アナかどっちかやと思うんですけど、多分三宅さんじゃないかな。なるほど。違ったら恥ずかしいなこれでも。あ、全然恥ずかしい。めっちゃ覚えてます。強いものは強いわ。鶴瓶師匠の焼肉の早のうまいもん。うまいもんはうまい。違うんですよ。お肉がね美味しいんですじゃないんですか。ちょうど同じぐらいやろ。いや違います。あれ僕ら小学校の CM ですよ。あれもじゃもじゃの頃ですよ。もじゃもじゃでオーバーハヤでしょ。はい。懐かしい。流行ってるんだ。道頓堀にあった。史実通りですね。いや史実ないで、あれは史実。ダービー出走で
レース後にエルコンドルパサーを日本ダービー参戦させることを発表。あ、イフね。うん、当時の日本ダービーが外国産馬出られない決まりであったため出走していない。今は出れる、はい、エルコンドルパサーのダービー出走、イフもしもの展開となる。これが次の話でダービーの時にこれがイフで出てくるのか、それとも何らかの形で出走回避するのか、まあ見てみないとわからないところではあると思いますが、はい、見ましょう。はい、ということでこの辺が元ネタ、いろいろ。でもあの視聴者の皆さんとこの作家の中田君が相談しながらクイズ作ってくれてるんだけど、これはこれでおもろいね、やっぱり。いや、おもろいんですけど、もう見るたびに、あのめっちゃ見なあかんようになって、なんか見落としたらあかん思って、全然どうでもいいとこまで見てる時あるんですよ。いや、そんな普通さ、視聴者の皆さんもさ、そんな参加してくれへんで、めんどくさい。クイズ、わざわざクイズを作って。いや、だから多分ですけど、最初にクイズをやったんで、この人らが答えられへんのを出したいとかが多分あると思うんですよ。皆さん、舐めんとってくださいよ。今回油断してましたけど、どんなクイズが来ようが、我々四天王と呼ばれている。入んな入んな入んな。ちょっとちょっと、競馬四天王、我々、違う、サンバガラスです。どんな問題でもやってやろうじゃないか。でもかかってこい。あの問題はどんだけ予習しても多分答えられない。いや、でも今のでなんとなく答え方の分かったんちゃう。だから焼きそば、岩田ジョッキだって兄ちゃんやったらもしかしたらほんまに簡単に言うな。いや、俺多分無理やったと思います。だいぶ。いや、やりましょうよ。なんとかだから。いや、まあ頑張ります、ね、クイズも答えだから。はい、はい、ということでまた次回お楽しみに、はい。